こんにちは、今回もドラクエライバルズやっていくんですが、まあ、今若干流行っているゾンビピサロホンギを使っていこうかなと思います。ゾンビピサロというのは、まあ、こういう骸骨などのゾンビ系って言われるカードがあるんですけど、まあ、これを主軸としたデッキで、でまあ、結構強いカードもたくさん入っていて、で結構このハンド系が多いと。で、まあ、一番気になるカードというか、まあ、一番強いカードが、まあ、おそらくこのカード、ホワイトキング、後列にいる場合、前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てをプラス1プラス1すると。だからまあゾンビ系のこのデッキに関しては前列意識して戦っていく。だからアリーナとかにちょっと弱いのかなっていう印象が、まあ、あります。でまあいろいろなカードあるんですけども、こいつバラモスゾンビ、まあこれがゾンビ系最強で、最強のカードなんですが、まあ、対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がると。要はまあマッドハンドとかこうなんて言うんだろうな、マッドハンドとか1枚のカードで3枚ゾンビ系できて、でこのバンバン使っていくことによって、まあ相手の25点の体力を上回るようなスタッツも誇れるし、まあちょっとやってみるか。まあ実際のちょっとこのデッキ初めて使うんで、勝てるかどうか。とりあえずウィッチネイルだけ取っておくか。ウィッチネイル結構優秀だと思うんで、私のターン失礼。でしっかりと、ホワイトキングも引いていってると、バイキングソウル小峠っていうのもいるしな。バイキングソウル小峠もなかなか強いんで、ここテンションアップからのテンションスキルいきます。いでよ我が傑作。で次のターン骸骨プラス、テンションスキルを使っていくと。失礼。ちょ、なんか最近風また引いてきまして。風かしいな。小賢しいな。初心者やな。なんか見た目がすごい初心者。見た目っていうかなんかやり方が初心者なんで、もうここ一気に次のターン、ウィッチネイル展開してもどん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 もう盤面展開していって、でバラモスゾンビもいるから。小賢しいな。悠長やな。でこのたたり神っていうのも、たたりお膳っていうのも、前のターン相手ターンに味方リーダーを攻撃した敵に敵ランダムに死亡させるんで、これもなかなか強い。召喚敵リーダーの武器を破壊する、もこれもえぐいよな。あ、エッグトマトって小賢しいな。っていうか相手が弱すぎて草生えるんだけど、もう次のターンワイドキング展開して、もう一気に盤面強化で殴っていくっていうのも一つ手としてあるな。小賢しいだ。小賢しいだ。うんら。悠長やな。ただテンションスキル上がってきてちょ小賢しいな。なるほどなるほど。であれば、もうここはもうワイドキング展開バッチリしていってからの、まあ、盤面を取っていたら良さそうなので、まあ、こういう風に、一応盤面を取っていきたいが、まあ、こんな感じで取っていくか。一応盤面勝負なんで、とりあえずこのワイトキングさえ残ってればすごいいい動きができるから私のターン。でまあ次のターン5コスなんで、オーレンかな。オーレンが本当ゾンビ系の中でもすごいスーパーレア、まあ、こいつはもうゾンビ系問わずなんかいろんな人に採用されてる、まあ、カードなんで。で小賢しいな。別にワイトキングのスタッツ下がるのは全然悪くない。まあウィッチネイルのがまあ良かったっていうのもあるけど、まあどうする。ワイトキングが多分いる限り、味方の前列の火力上がっていくから、悠長悠長。小賢しいな。まあ次のターンバイキングソウル小峠を出していくってもあるやけど、悠長やな。ただこの腐った死神死体に関しては、デスピサロが出てきた時に、使ったがなかなか使え、小賢しいだ。小賢しいだ。悠長悠長。闇への供物。
とりあえずでも死後で守りたいってなるけどな。相手がハグルメタル入れてるかどうかにもよるけど、ここでもオーレン行くわ。オーレン出してからのオラーオラーまあウィッチネイルで相打ち取っていうか、ゴーゴーのスタッツになるしな。これハグレメタルがいるとちょっと怖いんですけど、できる限りちょっとワイトキングが突破されてしまうと怖いな。でバラモスゾンビが今2点小賢しいなゆーちょーアンがあっさりやられるもんだな。小賢しいな。でもこちらにバラモスゾンビもいるし、まだまだ戦っていけるぞ。破滅への導き、あ、破滅への導きって何や、破滅、あ、2枚ドローしていったの。味方にとって一番、あー小賢しいなバラモスゾンビもう1枚来ました。とりあえずここ盤面取って、バイキングソウル小峠を出していくのか。女女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 、まあバイキングソウル小峠出してテンションスキル使ってまたターン終了。まああまりな急ぐ必要ないんで、いや結構この敵強いぞ。だからなんかこうゾーマとかな出されるとちょっと怖いけど、あのシドウとかその辺がやっぱ一番強いんで、ゆーちょーやなー小賢しいなー。てかこいつ強すぎだろ、たたり御前とか言うと強すぎてクソ割れたシャンバリンシャンシャンなんだけど、しかも相手正面に出すことによってこいつは取れるよな確実に。よもやその程度ブレミしたな相手。からの、ブラッドハンド出すか。このユニットの上下にブラッドハンドがこんな感じで、じゃあ出していくか。完成化しで、ね、いでよ我が傑作勝ちました。まあ、この盤面覆すのは指導しかいないけど、まあ、指導いるっていうのはまあ多分ないんで、まああったらあったらすごいけどな。やっぱこういうデッキなんですよな。ゆうちょゆうちょオラ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 、うわー小賢しいな。まあ煽ってきてるからまあ若干あまああるのかなとはもう思ってたけど、これちょっと小賢しいな。あーワイトキング引いていく。ただここはもう腐った死体に、あー相手ターン味方リーダーを攻撃し、あー使えないんだよなまあ腐った死体からの、いやでも次のターンデスピサロになる可能性もワンチャンあるしな。ただたたり御前をそのまま出すってもちょっと悠長すぎるしワイトキング出すってもちょっと悪い動きなんか、まあワイトキング出すか。ワイトキングからのたったこいつ出して、でテンシャンプ使うあまあこれでいいんじゃない。まあ4-4でまあ守ってるから、まあワイトキング残れば次のターンバラモスゾンビで出してってもできるし、まあリーダー攻撃してきたらたたり御前でなんか返せるから。ただ相手のハンドが多いっていうのと、ちょっと指導を出されてしまったのはちょっとこだ、うおこれ勝てるのか。バラモスゾンビ次だから、まあ、まあリーダー攻撃していく、リーダー攻撃していくんであれば次のターンたたり御前出すってもワンチャンあるか。全てを無に、あー難しいな。キューコスなんで、あーゾーマを破壊するのは多分無理なんで、まあたたり神かな。ここはたたり神でまあウォール張っといて、でなおかつ66で なって闇への供物は使うのはちょっともったいないと思うから、まあテンションスキル使ってまあ顔狙っていくしかないな。ただゾーマの、闇へのなんか貼られてないからな。次の多分盤面無料で取られてしまうともちょっと弱いし、こーさーかしだこれ勝ち筋ないだろうぶっちゃけ。
ゾーマやっぱゾーマかな。てかピサロ相手にちょっと振りすぎるわ、さすがに。レジェンドカード採用してるやつはちょっと厳しい。小賢しい。おお。であればもう闇夜の供物をもう問答無用で打っていける。まあこれはまあありがたいかな、逆にありがたい感じやわ。もうそれ出してくれることによって清く打てるんで。ただゾーマがなダメージを受けないんで盤面取ってくる可能性は全然あるから。ヘウンリーイージスみたいな展開してくるんじゃないよ。おんにゃ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 あらあらへれ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 小賢しいな。ちょエグすぎるんだけど。あからの悠長やな。あ何もしないのか、なるほど。腐った死体オッケー。とりあえず23ではぐれメタルを取っていく。からのまあバラモスゾンビを出していって、あでもこいつ用済みなんでこれ使っていくか。あ闇への雲と捕まってもテンションスキルっていうのもありやな。テンションスキルでウォール張るっていうのは強そうか。ウォール張っていくのは強そうやな。ちょっとなんかすごい手こずってるけど、まだ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 分からんぞ。重獣のスタッツ VS 重獣のスタッツ。あーでもこれ光の弾撃ってないから、あーごめんなさい。うわーもう長しいなー。なるほどな、ゾンビデッキ。あーでも悠長や。あそれオッケーオッケー。なんかゾンビデッキも流行ってるっていう理由がなんかわかるっていうか。その武器奪いたいな。ゾーマがちょっと鬼畜すぎるな。悲しいな。おんな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 。え、そっち殴っていくの？優勝やな。顔狙われなかっただけありがたい。あ、しかもゾーマ攻撃していかない。とりあえず20点あるわけやから15で僕で光の玉を使ってから、もうこれ使わずに負けなんで、で、腐った死体で武器を奪っていく。女ああ武器を破壊すんのか。あーちょっとプレミしたかな。女女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 。もう腐った死体いらないような気がするが、あー難しいな。あーただ闇への供物も使うか。使っちゃえもいらないよこんなやつ。闇への供物1コスで来ないんですよ。さすがにこれはもう負けかな。ちょっとゾーマがな、じゃあ明らかにちょっとパワー差があったっていうか、でもまあここまで、まあ、立ち向かっていけたっていうのもなかなか強いと思うし、まあちょっと次の試合からいいとこ見せていきたいっていうのは強すぎだわ。ほれ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 。だからこれ、ま、上下にマットハンド出せるから、いやでも次のターン5点で、まあ、終わり、うん、テンションスキルで終わりなんで。いやだからな、ほんとデスピサロっていうか、まあ最初1戦目に関してはまあどんな感じかっていうのをこう見ていく感じだったんで、まあ別に負けてもいいのかなと。まあゾンビデッキのまあ、どんな感じなのかっていうのを分かったらそれでいいんで。ただ2戦目っていうか2回戦目はちょっと勝ちたいなっていうか、1戦目はまあ、使い方がわからないっていうのもあったから、まあちょっとまあ負けるのは あるかなと思うんですが、やっぱりこう2戦目からしっかり勝っていくのがレジェンド。ああおいおいちょやな。しかも邪教のゴンゲとか完全にシャドバ勢やん。シャドバから流れてきててワロタ。まあこんな感じでいくわ。いや4コスも取っとくか。こんな感じでいきます。1コス3コス、まあ、今の試合も、まあ、ゾーマンを相手に結構なかなか戦えたんで、まあ、アリーナとかであれば結構戦いやすいんじゃないかな。とりあえずテンションスキル打ちます。闇への供物。女女
やっぱピサロは1コスで3人のユニットをいきなり出せるっていうのが強みやな。で次のターン骸骨出して、テンションスキル打ってウィッチネイルとか出して、まあ、バンバン上げていくと。まあ相手がやばかしいなまあワイトキング出して攻撃していくと。やっぱこういうな動きができると強い。まあさっきの試合はちょっともうしょうがないかな。指導からのゾーマレジェンドカード2枚出されてしまった。それはどんなデッキでも厳しいなっていうのはあるんで、小賢しいなぁ小賢しいなぁ、なるほど、魔力の解放かであればマットハントを後ろに出すっていうのもあるけど、まあ一応相打ち取ってでウォール張って次のターンワイトキング出したんでこんな感じで出して、もうテンションスキルも打っていくか。闇への供物女でこれあ強いわこのデッキ。うん、なんか今ここに来てなんか分かったぞこのデッキの強さが。次のターンワイトキングを出すことによって全てが2-2になるか、1-1のユニット用が一気に強化されると。あ、そういうことな。なるほどなるほど、そういうことか。ちょっとまだ使い方分からなかったんだけど、やっぱそういうことなんだな。さあ4個差どう来るか。おら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 、さあ4個差はでワイトキング出すだけで次のターン2点2点2点 でワイトキング守りつつなんかこうウィッチネイルとか展開していても強いし、やっぱこうゾンビ系もなんかそろそろていうかこれを思いついた人もすごいな。個人的になんかスライム30枚とかドラゴン30枚は思いついたんですけど、小賢しいだー、やっぱアリーナが一番今環境弱いような気がするな。ただこの前使ったキングレオを採用した速攻アリーナに関してはまあそこそこ小賢しいだー小賢しいだこれ盤面取っていた方が良さそうやな。要はマットハントもう一枚出してもう一旦様子を見るっていうのも全然悪くないっていうか、悠長やなーおらおらこれ一応盤面全部取っていくわ。こんな感じでもうバンバン盤面取っていって多分その方が強い。でこれ全部取って1-1なんで全部でマットハントをもう一回展開してでテンションスキル打ってで後ろにピサロナイトを展開していくっていうそういう動きにしていくか。あーなるほどな、こういう風に戦っていくのか、大体分かってきたわ。しっかりゾンビ系じゃないユニットを後ろに置いていくことによって、まあ、ゾンビ系を手前に置くっていうことができると。ただブラッドハントに関してはそんなに使えないかな。さあどう来るこれ、まさに不死の軍団やな。大王キッズ小賢しいな。大王キッズとかいうやつ小賢しいな。であればここちょっと出せないんでもう盤面一応取っていくか。女女女女、まあ、盤面一応ちょっと取っていってこれしょうがないんでで、バイキング小峠を出してバイキング小峠からの、テンションアップバイキングソウル小峠を出していくぞ。で次のターンワイトキング出して、まあ、一気に強化していくと。まあブラッドハンターでも良さそうやけどな。ダーティララビッツな、何ダーティララビッツな、6コス小賢しいな。攻撃対象が敵リーダーの前攻撃、小賢しいな。もうワイトキング行くか、もしくは3で6でまあ一応盤面は取れないんで、うん、ワイトキングもう行ってしまうっていうのもありやな。ワイトキングも行くか、ワイトキング行きます。うれうれ3ならで殴っていく。やっぱ攻撃力体力上がるってやっぱ強いな。でこれしっかり手伝ってると。ただアリーナに関してはなんか前後を入れ替えるっていうカードあるからやっぱアリーナに対してはめっこう弱いな。あーやっぱり前後入れ替えられてしまうと小賢しいな女女。ただそれはオッケーオッケー、闇への供物女女。
まあ、どうしようかな。とりあえずじゃあここは、顔狙ってきたよな、普通に。だからこう使って、闇の束縛からのウィッチネイル展開しながら盤面攻撃していって、さらに、闇への供物、女だからゼロコース奥かどうか、まあ、置くわ。ああ、て、お、ターン、白落ちちゃった。まあいいか、次のターンゾンビ系前に置くこともできるし、まあまあまあいいかな。キングレオとか出そうやな。お腹しだやっぱアリーナが一番やりやすいな。もうひたすら顔殴っていくのが一番やりやすいんで、じゃとりあえずオーレン行くか。オーレン出しますからのウィッチネルからのもう闇の束縛ですから、もうこれ勝ち負ける筋がないんで、ゆうちょゆうちょゆうちょ、しかもすべて バスバス食らっていけばバスバス、もうこれ勝ち。まあ、指導を出したとしても、3体生き残るんで勝ちやし、まあ、アリーナに指導を入れてるっていうのがまあないんで、まあこういうことか。まあ大体使い方は分かってきた。まあこっからちょっとマスターしていきたいなってのあるけど、もう悠長ってか抗う意味ないだろうそこまで来て何普通に終わりなんだけど、バラモスゾンビ最後来たか。まあこんな感じで、なるほど。アリーナに対してはまあ一長一短があるっていうか、こうなんていうの、ワイトキングをこう後列から前列に戻されてしまうと、まあ、ワイドキングの効果発動しなかったりするから、まあ対戦相手としてはちょっと相性悪いかなっていう印象あるんだけど、でもそれでも勝っていくと、まあピサの相手の方がっていうかレジェンドいっぱい積んでるデッキよりはマシかな。なんかこう速攻系で殴ってくるデッキに関しては強いと思う。やっぱりウォールが結構張りやすいんで、でアグロジャシカか。小賢しいだしかもなんか手札が事故ってる件について闇への束縛女女、しかもブラッドハンドとか、まあ、バイキングソウル小峠出しても結局妖術師とかで全部取られてしまうんで、そこがな小賢しいな無駄全てを無に。オーレン引いていく。まあ、ここもテンションスキルで何も打てないっていうのはちょっと弱いけど、次のターンも闇の吸収使ってもバイキングソウル小峠を出していくしかないな。女女女、バイキングソウル小峠出していくしかなさそうやな。マットフィンが開きます。11のマットサンド出すとなかなか強いな。ただここはもう闇の束縛使うとこどっちの方がいいんやろうな。まだウォールを張るタイミングじゃないんで、こっちでちょっと出していくか。バイキングソウル小峠を出していく。でこれでなんかゾンビ系のデッキって分かると相手はまあ大したもんやなと思うんですけど、小賢しいな小賢しいな、盤面すら取れないっていうな。マットフィンが後ろに並べていく。あ、死亡時か。まあ盤面取っていって。ただ次のターンオーレン出せるんで、相手が対象にならない。こう、さかしいな。バラバラ、バラバラバーバー。マットフィンが死亡時か。一点顔狙っていって、全部顔から。ゆうちょこれまだ妖術師も出てないかけど、デッキ的にはこれ妖術師のデッキじゃないな見た感じは。マッドウィンが取ります。
で能力の対象にならないんでオーレンで、しっかりモーモーを破壊してこいつで取っていくと。いやまあ挽回してるんちゃうかこれは。そこすごいいい挽回の仕方じゃない。 5-2、OKOK-2-2 でしっかりウォール張ってるんで、でまあ、こいつに関しても取れそうやし、まあ一応ブラッドハンターでウォール張れたりするからこれはまだ分からんな。でしっかりテンションアップもあるし、まあ次のターンはブラッドハント出して、まあ、ウォールを張っていくっていう感じで。あっはっはっはっほんやー。さあここさどう来るか。まあ確かにな、ジャシカは強くて、まあ12点しかライフないからもうメラゾーマ一発撃たれるだけでも相当厳しい。ていうかグレンの火球を撃たれるだけでも小坂しだおさかしだえぐいんだけど、ただまあ5点与えていくと OKOKOK であればここはもう何度か盤面は一応取れるんで、バイキングソウル小峠か、まあ盤面取ってブラッドハントで上下に、腕を出すことによって、OKOKOK もうあとはもうこっから25点を削っていかなあかんねやけど、もうこんな感じなおんや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 。しかも狙い撃ちで次のターンリーサルなんだけど、あ、たたり神来た、たたり神来たけど狙い撃ちで負けなんですわな。これ狙い撃ちで次のターン負けなんだけど大丈夫これ。2位で4やからこれバンモンが顔一応取るか、顔一応取るのか、もうわけわからんくなってきたわ。もうこれ使って、闇へのクモス。狙い撃ちで負けじゃん。あちょっと弱すぎるなこのデッキ。あ、私が敗北を認めることになると。なるほど、まあ2戦目みたいに動きができると強いけど、まあなんかスライム30枚に似た点があるっていうか、ただまあ使ってみた感想としてはスライム30枚の方が全然強いかなと思いました。